と、そのこれからの時代ね、まあ、白人はやばいよねっていうのは、紫外線も増えてるし、で免疫も弱い。実はね、皆さんね、あの地底人の肌色どんな色やと思う？みんな結構黒とか茶色とか思ってる人、土が黒いとか茶色だから。じゃあ、ほんの実は地底人の肌色って真っ白、アルビノやね。要するにアスパラガスの白アスパラみたいな、キノコみたいな白色抜けるからアルビノになるの。アルビノ白人、あの色やね、地底人の色って。な、そのシベリアの森の中とかじゃないよな。とにかく紫外線が降り注ぐとこでは、北であれ南であれ肌色は濃くなるから。例えば北極圏に住んでる、イヌイット、エスキモ、手早い人たちもね、肌黒いでしょ、日焼けしてるね。あの人たちは黄色人種の末裔だけどね。で、結局地球っていう環境が普通に健康的にメリアリある、その地球活動、地球運動をね、地球がしてたら、白人はまず生き残られへんね。まあ私たち黄色人種もやばいかもしれない。まあ相当白いけど、エミシはね。まあだって白人の生みの親でもあるし。で、うちなんかも白人の先祖でもあり、また、お辻家藤原家が大陸渡って、白人と混血して逆輸入しちゃったのか。ね。で、もともとみんな黒人やで。あの地球人は絶対に。ただね、地球の受精の時に宇宙から来た精子、それは白いよ。精子は白いからね。だから最初は白人っていうのは精子の話やねんけどな。で、ペルシャの父の国っていうのは何かって言ったら、まあ精子がここに落ちてん、地球に、卵子に。うちの母の卵子に父の精子が落ちて、ほんでうちっていう受精卵ができてん。それの人間、人体バージョンがうちな。で、結局、ほんとだよ。で、うちのマトリョーシカになってんだけど、マトリョーシカの中心に地球1個しかないんじゃないの。その次元オーバーラップにより、どの次元にも地球があって、地球の層があるわけ。地層じゃないけどね、それは。その地球の層と層の間に宇宙空間があるの。で、外側の地球にも内があるから、内というマトリョーシカが、そのマトリョーシカが人魚じゃ比喩やからな。この中にも、あの、小さいサイズの内がおるわけじゃないし、そうやったら外側に、見えるや外側の内が、ブワーって。見えへんやろないから、そんな。内側に、小さめの口もおらんからな。マトリョーシカ人魚って比喩やからな。地球のと地球の層の間に宇宙があって、その地球の層の上に内側、下の地球の層にも内側。で、地球の層同士は歴史が違うと。で、これが平面で表すと、平面数学にすると、宇宙の他の星についたところ、そこが地球だったりするわけ。別バージョンの地球。それが水平の思考。水平に考えたらそうなる。水平思考からで解釈するとそうなる。水平数学でそうなるね。水平で解釈したらそうなるってことね。マトリョーシカで解釈したら地球という層と地球という層がね、宇宙空間になると。で、宇宙旅して出会った地球っていうのは、マトリョーシカで言えば外側の地球か内側の地球かって話やろ。あ、どっちやったかな。未来か過去かの話ね、それはね。そやけど、宇宙空間旅してきたら、あれって、新しい星見つけたと思ってきたら地球なんか新しいないねん。見つけられたってことは古いねんけどな。で、それ新大陸の話を見てるやろ。で、その地球の歴史、俺らの地球の歴史とちゃうやん、けしからんとか言って。他のバージョンの地球の歴史変えようとする別の地球人はね、それは宇宙人やな、とりもなさず。宇宙人の正体って、まあ基本それやけどな。だんだん劣化していきやんねん。別の地球に住んだら、別バージョンの地球にそうやって宇宙空間を旅していって住んだら、実は退化するんよ。座標の問題で。時の素粒子とかも関係してんのかな。とにかく本願じゃないっていうか、自分の生まれた、自分の肉体細胞が生まれた地球じゃないから、そのバージョンの地球は。劣化していきはんねん、その人たちの遺伝子。ほんで、どんどん猿になるね。で、そこの地球を滅ぼして、地球人滅ぼして自分らだけ残ったバージョンの地球もあるね。それが猿の惑星やねん。な、その地球由来じゃないからどんどん猿になるけど、もう開花したから宇宙行かれんかったりする話怖いやろ。ちょっと怖すぎるやろ。で、SOS 回ってるみたいな。SOS 回ってるとか、助けてくれって他の地球に自分らを送り出して、そもそも自分らの由来の地球に SOS を送ってたりするわけ。
そういう宇宙人たちがこの地球でも猿化していってんねん。まあ、それがヤマト民族やねん。外側って言ってるやろ。どんどん退化していかん。じゃあ、その人たちは自分たちの地球とエミしやってんで。何か情けない話やろ、これ。一般猿に退化した方がなかなか文明思考できなくなるし、この考えがな、うわーって絶望的宗教ってかな、宗教的絶望に感じちゃうのよな。猿に退化しちゃったら。じゃあ、もともとそもそもなんで他のバージョンの地球見て、俺らの地球と歴史ちゃうやんけって、けしからんって、そう思う時点で猿やろ、じゃあ。そんなもんなんかもしれんけど。なあ、じゃあ霊長類の欠点やな。で、その通りやっちゃったら、とりもなさず猿になっちゃうぞ、ち恐ろしい都市伝説というか、地球伝説というか、宇宙伝説というか、な。だから、言ったの。男なんて。